ミヤード。ミヤード。こんばんは。始まりました。2回目。第2回目になっちゃいました。2回目ですね。あっという間。金曜日のエア。略して。金エア。ちょっと危ないこと言いそうになったよ。そう。金エア。よろしくお願いします。お願いします。そう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 。反応どうでした ?1 回目の反応。第1回目。うん。まあ僕の、まあ、仲間内はまあまあでしたけど、うん、私の周りね面白かったっていうふうなんだけど疑惑がね疑惑そうまさかズラ疑惑ズラ疑惑っていうのねそうあのねカトリーヌさズラしてた私じゃない俺そうほらエロガチのさ友達はさもう分かってるわけじゃん何分かってるよもう僕も分かってるじゃん言っちゃってるみたいなでもさ私の友達は知らないじゃないだからさエロガチの頭がおかしいっていうことを遠回しで言うんだけどそうかな私がズラ疑惑になっちゃうのそう、うん、基本俺ねズラとは言わないのこれ帽子と言ってる帽子だから帽子、暑いんじゃないもんあんまりめくらんといてくれるちょっとチャラチャチャラチャラチャ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 おかしいんだよ俺のオープニングやめてほしいな全然違うオープニングになっちゃった伊藤君、後々歌えんくなるよ、本当に本当だ、本当だでもさ、でもさマジで歌えんぞ、これでもね、あのねなんだろう、もうね私のこう知り合いがあれもうやめてくれる喋れない私のね知り合いがねなんか枝川さんエリーってさなんかちょっと頭おかしくない頭でも中身じゃない髪型だからね頭髪頭髪あちょっとなんかモヒカンみたいじゃない人格じゃないテクノホイットってそうそう懐かしいねテクノっぽい感じでもだからね枝川さんまた名前言っちゃったちゃんでもなんでもエロガーちゃんがおかしいっていう分かったエロガーちゃんがおかしいっていうのをみんな指摘できないわけよ、まあ、だからさこんなかっこいいもうおかしい松山千春ですねもうさもうさこれ邪魔ポーンってポーンって出ましただからさカトリーヌズラって言われて私のこと指摘そうだよ俺の責任だよそうよもうちゃんともう今日はズラもね、うん、セットの一部に溶け込んでるもう離れちゃった笑いすぎて ねさあ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 まあそんなわけでズラ取りましてそう昨日でこの間先月頭折れてたしねそう頑張った汗かいてたしねだから俺この黒巻き合成ってやつとしハレーションが心配なんだよね大丈夫だねハレーション大丈夫ね大丈夫大丈夫これ、ね、私もねレフ版になるから大丈夫レフ版になるから俺さ、汗がグリーンの汗が出るから俺、なんか顔がどんどんこうなくなってる宇宙人帽子取ってくれるちょっといるの帽子、ほら、ちょっと夏っぽい感じで落ち着くね落ち着くでしょ、ほらちょっと撮って、ね、なんかね、なんか後ろのさ、写真の人とはえらい違うんじゃん今日のこのバッグ、お分かりでしょうかいきなり、はいね、チカチカに立ってる夜の名古屋港でございます、ね名古屋港、今名古屋港から中継しております、うん、みたいな感じに見えるかなつまらない関東線富士も出てきますからねあどこにあったっけそのうち出てきますよかぶってた方がいいかもね、まあ、かぶってね、うん、なんか落ち着くこれは自然な意向を溶け込む感じがしますね撮って撮ってみてん撮ってみて遊びますね。なんかさ、コミックバンドになっちゃうからやめよう。歌いましょうじゃん。いや歌えないまだ歌えない。歌えない。今歌えないの？歌えない。そうそう歌えないからその前にね、何？私たちエアローと言いますけど、エアリオ、エアリオ。エアロー噛んでいきなり噛むな。エアリオ。なんでエアローかと。エアリオ。エアはやっぱねこう空気感だよね。爽やかなイメージだよねエアローって。なんだけど実はエアローってちょっといやらしい感じだよ、ね、そういやらしい感じのエアローっていうエアロー、ね、エアローとうんそうねエアローともう一個なんかなかったエアローとそんだけでそんだけ十分じゃないですかそうですかエロさがね十分の名前にもにじみ、ね、あそうそうそうエロとエアローとかけてねエロ
なのに最近なんかもこのズラのせいでさ、コミックバンドという疑惑があるけどね、コミックバンドではないですから、もう誰のせい、お間違いないよ、誰のせいよ、もうでもね、まあまあ1曲いきます。じゃあちょっとここは吹き出さないで頑張る、吹き出したらあの勝手に飛ばしてこれはあのちょっと昔の我々もまあ昭和のね懐かしい歌をセレクトして歌ってるんです、うん、今日もちょっと1980年代前半ぐらいの曲を歌いたいと思います。バブル前ぐらい、バブル前ぐらい、バブルちょい前ぐらい、ちょい前ぐらい、懐かしい
曲だけどね、なんか古い歌なんだけど、うん、今でもなんかこう通用するよね。そうですね。俺たちだけしてるとも大丈夫だと思う、ま、夏はでもこの歌って結構出ない。夏この歌とかチューブさんの歌とかね、まあ、30年ぐらい前の歌で、まあ、定番だわね。定番ね、うん、まあちょっとズラの話忘れてたから歌えたけど、出だし、出だしちょっと ね, ねたまにちらっとこうそう、もう光ってるもんね、この辺り光が光ってる、いい具合に光っておりますね。この間メッセージいろいろもらったんですけど、うん、せっかくだからさ、積極的にメッセージをね、ここにもほら、ああ、そっか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 、うん、いただきましょうかね。リアルタイムでこれメッセージも来てるんですね。ハゲたおじさんかっこいい。そんなメッセージ一つもなかったよ。どうですか。それはないと思います。35歳から40歳くらいですか。ああ、まあそのぐらいかな。もうね、年をね、ごまかそうとするのは、ね、見苦しい。堂々と女性の方は、エロい感じがしますとなんか書いてます。私なんか書いてある、ちょっと見にくいね。ああ、なんか書いてあるね、書いてあるね、うん、いいんじゃない、いいじゃないいいんじゃない、ね、いい、ヴィンテージワイン、はい、あ、コメントかっこありがとう、でもかっこいい、ね、かっこいい、ど俺のことだと思うな、これかっこいい、かわいいって言われたいでしょ。あ、私、別にかわいいじゃなくてもいいよ。もうね、いただける言葉はね、すべて受け取る。ありがたい。すべて受け止める。ありがたい。ありがたい。ありがたいことですね。妖艶とか言われたい。もう、ありがたいね。まあ、そんなことはどうでもいいのよ。どうでもいい。いいね、もう、ずらぎばっからさ、もう、ダラダラなんだから思って。今日はですね、そうそうそう。前回初めて、で、1回目で、で、まあ、エディ、カトリーヌが、2人で、エアキン、エアキンでもう月1回お話するんですけれども、うん、ちゃんと真面目にブランドの話とかね、モテ男の話もしながら、そう、ね、エロ話と音楽という、ね、うん、そうね、ことで、でもあれよ、ブランドって言ってもそのカバンが何々とかって靴が何々っていう、まあもちろんそれもブランドなんだけども、だけどどっちかっていうと、なんだ、自ブランディング、自分ブランディング、自ブランディング、自ブランディング ね, ね、とあとはモテ男くん、チャラチャラチャラいだけがモテ男じゃねえぞという話だよね。説得力ちょっとこちらにあるかしらって、うん、めっちゃ説得力があるでしょう、これ。ある、あるよ。ボタン今日何個外してんのよ。一個横に外した無駄毛がチラッとチラッとチラッと見える、チラリズム。ここはないけどここあるんだ、ここそういう V の話やめてくれるからエロガちゃんさ、困るとさそのうちギター弾き出すよね。やめろ人の習性を見る V の話はやめよう、ね、見えるもんわ かった、いじめ、ま、上もあるし下もいろいろあるんだな、これがまた。わかった、もうこれ以上言わんとこ、はい、うん、あ、机に紙焼きな、ごめんね、気に入ってね、気になるね、これ、うん、これさ、この間でも黒いやつ、これ生き物ね、なんかこういうモフモフしてる、こういう声になったよね、ほらコミックバンドになっちゃうから、もうコミックバンド、ね、もう今日ぶっ飛んじゃったら、もう何話すかもう覚えてないでしょ全く忘れちゃっただから言ったじゃん、これ話すと面倒くさいことないよ今日ね、本当はね、これね、外すつもりじゃなかったのよね、なんだけど、なんだけどさ、でもさ、カトリーヌ、あの何、ズラ疑惑があるからさ、迷惑なの。そう、髪も気になるけど、このセンスも気になるんだね。そう？これ、グッとやってみる？頭はないが、胸はある。あ、そうだね、それ毛の話だよね。何の話かな？そう、多分毛の、毛のこと、多分。おっぱいがあるとかじゃなくて。毛があるって話だよな。寿司今の曲もね、なんていうかな、バブリーのちょっと前の曲なんだけど、うん、これバブリーだよね、これでもさ、純正だったっけ、なんかもっとこれ大きくないと、モフモフしてた、モフモフしてた、これやってたでしょ、間違いなく、時代がそうだったの、
時代がね、時代がそうさせちゃったわけだ。時代がね、ブイブイ言わしとった時代あったんじゃないの僕はよう知らんけど、ブイブイって言わないと思うよ。ごめんね、あの古い言い方だけど昭和的な言い方、ブイブイ。最近さ、2人の中でさ、こう打ち合わせしててもさ、昭和言葉をやたら連発するよね。連発するから、それ自然に出てるから怖いね。とんがってるねとかさ、この間言ってとんがってるはもう30年くらい前に聞いたことある。ほんと、うん、びっくりした。とんがってるは言わない。言わない。ほんと、そう、私が何かで言ったんだよね。時々とか聞くけどさ、感性がとんがってるとかさ。時々も言わないけど言うよ、時々は。言わないよ。言うよね。あと何だったっけ、なんかさ、いろいろさ、言わないかな。ちょっと言うかな。ほら、言うかな。言う。あとなんかさ、何だっけ、小腹は言うか、小腹じゃないけどさ、小腹すいたってのは言うけど、女はあんま言わんと思う。本当、ちょっと小腹すいたでさ、ラーメン食おうかみたいな言うかノリだもんね、小腹っていうのは。言っちゃダメそれ。ラーメン食う時に小腹すいたって大体言うんだよ。本当、なんかあとね、本当、あとなんかいろいろ言ってたね。まあね、そんな昭和のエロい時代っていうのかね、解雇主義じゃないけど、まあ僕らあれだよね、僕ら、ら大体ね、10ぐらいだと、前後だと10離れてるよ、ここ10じゃない、10はないな、それは約10離れてる。大体同年代というふうに見なしてしまうんだね。10離れてると、だってこのアラフォーとかアラサーとかさ、うん、アラフィフだったっけ。アラフィフ、私たちアラフィフになるね。でしょ、同じ同世代。足すともうすぐ100歳だもん。やめろ、リアルだろそれ。年齢上げてるの自分じゃない。年齢の話じゃないんだわ。そのエロい時代があったの。あ、でもさ、もともとさ、エロ川ちゃん言ってたじゃない、あのデザインは、またエロ川言うな。もういいけどさ、エディなんだから、エディ。私の友達ね、みんなね、エロ川ちゃんって言ってるから、私もエロ川ちゃんって言ってるから。キャトリーヌ、エロ川にして。あのね、ほら、いつも言うじゃない、ほら、ずっとデザインずっとやってきたわけじゃない。で、なんていうの、世の中すべてのものエロから来てる。例えばギターも女性の体で、女性を抱くようにギター弾いてるんだって言ってるじゃない。それ、俺が言ったの。うん、覚えてないの。ちょっとこの形見てこれ、ほらほら、何、ほら、腰あたりとかさ、もうそのものエロなんだよね、ギターっていうのは。だからこう、ね、その女性をこう、なんていうの、抱くようにって、そして、泣かせるっていう。泣かせてみよう。泣かせて。ほら、鳴ってるし。ちょっとフルートな。絶対最後振るよね。フルフル。でもうちょっとさ、なんかさ、バブルの話で、なんかちょっと、なんだっけ、親愛の話するとか言ってたじゃん。あのね、バブルの頃っていうのは、いきなり日本経済はね、やっぱりこう、ちょっと待って、いきなりどんどん成長していったよね。もうディスコがブームになるわ、ディスコっていうのかな。ディスコね、まあ、ディズニーランドみたいな。東京でもさ、聞いてよ、ベンツの190がさ、コベンツとかさ、コベンツあったね、BMW のさ、が六本木のカローラとかさ、そんな時代あったね。当時は何だったっけな、ほら、シーマ、車あったね。なんかハイソカーブームみたいなね、ブームがあってね。お兄様方乗ってたね。ロールスロイスの3分の1はね、日本人が所有してるとかね。まあ、いろんなアメリカのね、いろんな土地を買ったりとか、もうすごかった時代があったわけですけどね。で、その時に、まあ、CI ブームってのがあったね、CI。ゼロワンですね、CI っていうのはコーポレートアイデンティティっていうことなんですけどね。まあ、社名を変えたり、ロゴを変えたり、そんなことをした、ありがとう、メッセージ。北海道から、こんばんは。あ、さっき北海道のお土産食べてたんでね。ちょっとさ、メガネのところにさ、このズラの毛がついてる。本当ごめん。北海道から松山千春と、僕は千春じゃないけど、自称千春と言ってます。ね、それ
違う、ね、いいけどさ、これ髪の毛ピョンって出てるの笑うからやめてくれない、本当だよね、これちょっとここコントみたい、今日ね、ちゃんと真面目な話をしてるんですけど、ね、そう、CI どうなっちゃったね、 CI ね、コーポレートアイデンティティというのがあってね、うん、まあ、要は会社の、外観というかね、まあ、そういう見た目の、VI というかビジュアル面ですよね、ビジュアル、それから、企業理念とかね、でとか社員の行動とか、まあ、三つどもえでね、ちゃんとこう CI がやった会社がたくさんあったんです、ね、視聴者減っちゃう、減っちゃうけど、面白く喋って、もうちょっと面白くね面白く喋る勉強してる CI 結論ね結論はね、うん、それからもう30年ぐらい経ってるんですけど、いま、うん、だにね CI 変わってない会社まだあるんですね、これ実は。なるほどね、それを今変えてるのよね、うん、それを僕は今ねよく変えてるの、うん、だってね時代が変われば、うん、服だってセンス変わるでしょ、うん、人間も中身が変わるよね、うん、企業理念が30年前と一緒とかありえない、うんうん、まあ理念はさ、でもさ、うん、一緒でいいんじゃない、根底にあるものは見せ方もね、うん、根底にあるものは一緒なんだけど、うん、表現とかね、言葉尻とかね、うん、そのまんまっていう会社結構多いんですよ、うんうん、実は今ある有名なね、会社なんかも少しずつねロゴ変わってるんです、これが。あとバブル の CI ブームでほら、うん、有名どころは名前変えちゃったりとかしてるじゃない、あ、みんな変えてよね、うん、NTT とかさ、うん、JT とかさ、うん、JR もそうだよね、うん、まあ、大きなところだよね、うん、まあ、あとは本当に企業の、ね、規模の大きい小さい関わらず、うん、なんとかテックとかね、もうなんとか製作所がなんとかテックみたいなどんどん変えていった時代があってね、うん、それで時代の流れとともに変えていきましょうと、うん、髪もねこういうふうにいずれ薄くなるようにいつから薄くなったの、別に薄くはなってないと思うんだけど、自分で剃っただけなの、うん、これは。いやでもここら辺もうつらむつむつむかしてかしてわかった、かぶるわ、かぶれってことだよね、もうね今日ねダメだわ、やっぱりね取っちゃいかんかったね、うん、だからこれはダメになっちゃうからだってこんなに面白いと思わなかったもん、まあでもズラ疑惑がこれで解消されてね、そう私までズラにされたからね、じゃあそろそろ撮るやめてくれる、そろそろやめてくれる、ちょっとダメずれちゃうからダメ、今日またいい感じで盛り上がってるね今日だってまた何ライブ行くもん、ライブの告知忘れ口、あ、忘れ口にやっとこうか、そう前回と引き続きね、これなんか違うページになってるし、ここからまず行こうか、順番的に、はい、言えるかな、はい、これね、同時にナレーション入れてほしいな、ナレーションを、今日ですね、また9時からマリコママのところでですねライブを行います、名古屋の女子大ですね、ライブ行います、エアローの生ライブ、何歌いましょうね、今日ね、いろいろね、生っていうところちょっと今エコーかけたかな、生卵、フォークハウスマリコにて、電話番号は 052-241-3010、 こちらのお店でですねライブを行いますので、よろしかったらぜひぜひね来ていただきたいですね、よろしい、はいそしてリクエストをね、我々もちょっと独自でこのさ、手看板っていうところがよくない、これ ね手作り看板、手作り看板、どっちかな、こっちかな、うん、よいしょよいしょ、カトリーヌのホームページヒロハイフォンデザインハイフォンモテオ .jp、 こちらにですね、リクエスト何でも結構です、曲のリクエストとか喋ってほしい内容とか感想とか何でもねいただけたら嬉しいですね、エロガーちゃんのズラどう思うっていう、かぶとった方がいいのか外した方がいいのか、そう今暑いからねさっぱりした方が多分いいけどさ、なんだろうね、
見慣れてるけど、なんだろうね、なんか面白いよね。疑惑があまりにも多かったんだよね、今日は。本当ね、外しちゃったね。 そんなつもりなかったんだけども、ぜひぜひどんどんお待ちしてます。さて、今日もなんかダラダラ喋って終わっちゃったね。もうエンディングいっちゃおうかまだ時間あったっけ。まだあるかな。ねえ、まあ、あ、もういい時間だよね。いい時間になっちゃったね。じゃあですね、ホテルウォーキングの話とかしなくていい。あ、違う違う、その前に、次回の、エアローの出演が、まあ、予定なんですけれども、8月の26日金曜日、19時からまた19時30分、生放送を行いますので、ぜひぜひまた見てくださいね。まあ、北海道からどこからでもね、またリクエスト、応援メッセージいただけると嬉しいです。北海道のお土産美味しかったね。ハスカップなんちゃらってね、美味しくて、なんだっけ、冷たいよ、冷やし飴、わらび餅、わらび餅あ、これ時代によって冷やし餅と、冷やし餅じゃない、冷やし飴とわらび餅、時代によって歌一緒ね。わらび餅、もういいや、全然聞いてないから、エンディングいくよ。いや今日はね、名古屋とろけそうに暑いから38度だって、そう、ね、冷やし飴で冷やしていただいたんです。ほら、何を、なんとなく寒い感じしない、これすっごい寒いいいからいいから、はい、じゃあエンディングの曲をいきたいと思います。その時心は
わりって言ったのに、終わりって言ったのに、また、また来月お会いしましょう。終わり、終わり、終わり、終わり。ありがとうございました。